アウディトリオでテネリフェは、スペインカナリア諸島、テネリフェ島のサンタクルスでテネリフェにあるオーディトリアム。テネリフェ島を象徴する現代建築物。サンティアゴからトラバの設計によって2003年に完成した。2008年にはスペインで最も象徴的な建物に選ばれ、スペイン国営郵便コレオスが発行する6種類の切手の一つに描かれた。2011年には、 スペインの地方都市のシンボルの一つとして、アウディトリオでテネリフェがデザインされた五ーロ記念硬貨が発行された。1970年には、テネリフェ島に行動を創設する要求があった。テネリフェ島行動が建設される候補地は点々とし、まず1977年、エルラモナルに行動を立てることが承認され、翌年から建築案のコンペティションが始まった。 当初はプロジェクトには建築家のアントニオ・フェルナンデス・アルバが指名されていた。その後、1985年に新たな建設地としてエルチャ・パタルが選ばれた。1987年には建築家のアントニオ・フェルナンデス・アルバ、ビセンテ・サー・ベドラとハビエル・ディアス・ヤーノスが携わる計画が公表された。建築様式のコンセプトに変更があり、 それ以前の計画は破棄されることとなった。1989年には最終的に建築をすることとなるバレンシア出身の建築家サンティアゴからトラバとの交渉が始まった。1991年サンティアゴは草案を公開し、その中でアウディトリオはサンタクルスの中心にある5月3日通りの橋に建てられることになっていた。そして1992年、 アウディトリオ建設のための監督委員会が設置された。1996年には、海の近くに位置するカスティーリョデサン・フワンバウティスタへ建設地を変更する案が受け入れられた。1997年、2001年は年間を通してジャケットを形作るための17つの金属部品が設置された。その一方、2002年には、 コンクリートと白いトレンカディスを散りばめた漆喰の作業が完了し、その間に内部の部屋の音響工事も完了している。アウディトリオでテネリフェは2003年9月26日に落成式が行われ、アストリアスコーフェリペによって公開された。アウディトリオの公開は世界中の新聞や雑誌記者に注目され、アメリカのニューヨークタイムズ、 イギリスのフィナンシャルタイムズとインデペンデント、フランスのルモンド、イタリアで最も多くの読者を持つ新聞の一つであるコリエルデラセーラといった世界的に有名な新聞でも報じられ、各国で発刊されている雑誌、エルデコレーション、アーキテクチャートレデイマリクレールメゾンにも取り上げられた。2005年7月にはアメリカ合衆国の前大統領であった。 ウィルク・リントンが訪問し、ヨーロッパとアフリカ及びアメリカを結ぶ大西洋の物流拠点としてのテネリフェ等の役割に関する会議に出席した。アメリカ合衆国の前大統領がカナリア諸島を訪れるのはこれが初めてのことであった。2011年1月28日、テネリフェ島議会はテネリフェ島議会の議長としてアウディトリオの建設を推進した。 カナリア諸島州政府首相のアダン・マルティン・メニスをた,たえて名称をアウディトリオ・デ・テネリフェ・アダン・マルティーンに改めることを満場一致で承認した。これにもかかわらず多くの市民やメディアはこの解消に反対する立場を示しており現在も未だ単にアウディトリオ・デ・テネリフェと呼ばれている。南方の会場から見た建物有名なアウディトリオ・デ・テネリフェの大きなアーチと ジャケットは、現代スペイン建築の典型とみなされている。アーチは建築の歴史を塗り替えたとも言われ、独特の巨大なアーチがたった2点だけで支えられており、さらに先端部は重力に逆らうかのように釣られている。大きさは、幅が最大でおよそ60メートル、上面から見た奥行きが100メートル、高さが40メートルである。海に浮かぶ白いアウディトリオの姿は、 オーストラリア・シドニーのオペラハウスを彷彿とさせる。このことから2003年にアウディトリオでテネリフェが建築されて以来サンタクルスでテネリフェは大西洋のシドニーと呼ばれ親しまれている。通常は夜間に白色の照明が点灯しているが特別の日にはその日にちなんでより色とりどりの照明が灯される。例えば2007年と2008年をまたぐ新年の夜には アウディトリオは白と黄色の明かりに照らされ、また建物の片側には時間を示す時計が投影された。2008年9月23日には都市間を結ぶ公共バス会社テネリフェ都市間交通の設立30周年を祝い、それにちなんで緑色の照明がなされた。また、アウディトリオの片側にティトスさんのロゴがデザインされた。世界糖尿病デー記念の際には、 アウディトリオには青い照明が施された。また、この青い照明は、ラジオ局カデナディアルの年間賞の際にも用いられた。アウディトリオは、世界自然保護基金が主催するアースアワーにも参加し、気候変動に対する注意喚起のためのキャンペーンとして、1時間の間消灯した。毎年、カデナディアル賞の時には、アウディトリオでトニリフェは、 ラジオ局のイメージ色である緑を基調とした様々な色の照明で照らされ、また建物の横にはグリーンカーペットからやってくるアーティストの映像が投影される。照明による演出の他にも国際会議の際にはアウディトリオに隣接する場所に旗竿が設置され、会議に参加する国々の国旗が掲げられ、また国内会議の際には協賛する企業のロゴが入った旗が挙げられる。 コルレオス、アウディトリオでテネリフェを含むスペインの象徴的な6つ、建造物の切手を発行アーカイブド2013年12月2日、アットザウェイバックマシン、2008年3月29日。モネダコンメマラティバデルアウジトリオでテネリフェ、アニョ2011、ABCD、アウディトリオでテネリフェの歩みアーカイブド2013年7月15日、アットザウェイバックマシン。 ニューヨークからシドニーへ、2003年9月28日。ビル・クリントン訪問は7月25日。費用は30万ユーロアーカイブド2008年7月23日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。tnerifewebs.com e,、w e B com。ビル・クリントン、プエルト・デラクルスでの滞在とニア・デイソラでのゴルフを、予定。2005年7月23日。 アウディトリオでテネリフェのジャケット。アウディトリオ、サンタクルスでテネリフェの新しい顔に、アーカイブド2013年6月24日、アットアーカイブ、イズ、2003年10月6日。ありがとうございます。